千葉県のの高滝ダダムムと亀山ダムの緊急放流は実施されなない見通ししとなりました千葉県は市原市の高滝ダムと君津市の亀山ダムについて大雨でダムの水位が上がったことから緊急放流を実施する見込みだと発表していましたしかし水位の上昇が収まっているため現状では実施を見送る方針だということです